フトクリームが食いてぇいいね。すごい曲。はい、皆さんこんにちは。こんにちは。渡り鳥とんなの秋&スキンゴツです。言わせろや、名前言わせろや。私たちは今どこにいるかと申しますと、はい、佐伯市の鹿児島宮に来ています。そして今から船に乗って大仁島に来てやっております。はい、後ろに見えている島ですね。あそこに渡っていきます。はい、行ってみましょうか。はい、レッツゴー、レッツゴー。あの上に乗っていくわけですね。チケットは、チケットはさっき聞いたところによると、はいはい、中で買えばいい。あ、船内でも購入すればいいということで、カズラ港初の便ですね。だいたい1時間1本ぐらいですね。で、堀切まで乗っていくわけですね。そうですね、堀切まででしたので、はいはい、料金が堀切までは200円でした。うん、あ、堀切まで200円。はい、もうちょっとで出港ですね。金吾さん初めてじゃないですか。大江島行くの初めてなんですよ、実は私。楽しみ。すぐそこに見えてるね、離島なんですけど、まあ言うても離島は離島ですからね。この船に乗っていかなければいけないというワクワク感がやばいですね。私たちが今日来た目的なんですけど、オルレ。あ、どこ？オルレ。あ、オルレ。九州オルレ。大気大乳島コースを回ってみよう。よっしゃ。ここがスタート地点ですね。ほうほうほう。現在地。現在地は植栽館のところですね。はいはい。ここでこうずっとね、全長約10キロ、山あり海ありのコースを歩いていく。うんうんうん、オルレ、まあ、あんまり聞き慣れない言葉ですけど、韓国の言葉みたいで、オルレっていうのがね、チェジュ島発祥の、うん、まあ、ロングトレイル文化というか、うんうん、オルレっていうのは家につながる細い路地のことをオルレ、韓国語でオルレっていうみたいで、民家の間のね、細い道を歩いて文化を見たりとか、山とか海とかを歩いてね、景色を楽しんだりとかする。まあやつですけど、やつですか。やつですか。まあ、とにかく楽しそうじゃないかということで、そう、私たち山行きたいんですけど、山ほら天気が心配だからね、うん、そう、やっぱ歩きたいということで、うん、トレッキング。この時期遠くの山行くの心配じゃないですかっていうことなんですよね。近くでもいいとこあるんじゃないかってことで今日来てみたんですけど、はい、じゃあ早速出発しますか。戦ってませんでしたが、軽く。いきなり異国情緒が漂いますね。南国感あるね。もしかしたらその植栽館にコースマップみたいなのがあるかもしれないんで、ちょっと聞いてみましょうか。地図パンフレットゲットしました。はい、こういうのがもらえるんで、最初にもらえるといいですね。赤と青のリボンが目印、コースの。リボンあるもんね。あるある。あえてこういう民家の細い路地を歩いていく、これいいな。面白い。ワクワクするよな。俺はワクワクしますね、確かに。ちょっと平坦な景色で退屈し始めたところにこういう、これがオルレですよ、これがオルレというやつですね。ああ、いいものですね、なかなかオルレ。
わあ。おお、なんか花びらの大きい綺麗なお花が。リボンありますね、ちゃんとね。いいね。探検してみたい。うん、子供の頃になんか探検してみてる気分よね。すごいリボンありました。ある？これはさ、うん、子供とか多分楽しいよ、これ。楽しいよな、これ。なんかちょっと宝探し的な感じ。あるある、わかるわかる。あれどっちかな、あ、リボンあったみたいな。な、これどっちですかね。あ、あったあった、リボンあった。あ、分かりやすくリボンがつけられてるね。わあ、いいね。あ、これはいい時期に来たかもね。いい時期に来たかもね。本物かと思った。あれ、なんかかかし？本当になんかおじいちゃんおばあちゃんが座ってるかと思ったな。ようって言える。ようって言ってる。ああ、ここから中に入るんやな。こっちな。ここに矢印があります、ね。ちょっとこれ通り過ぎてしまいがちなんで。そう、見落とさないようにしないと。うんうん。燃えちゃいます。こっちです。ここいいな。いいですね。ワクワク感ある道ですね。うん、おお。落とさないでよ。結構すごいね。深いな、意外と。な、うん、気持ちいい。これ足元も見ながら行かないと落ちちゃうね。あ、怖い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 。急に出ましたね。急に出た。山道を通ったり、こういう 海の道を通ったり、楽しいね。海の道を通ったり、ね、そうそうそう、いろいろ景色がコロコロ変わって、なかなか退屈させないです。考えられてます。考えられてます。あー、牡蠣がすごいいっぱいついてる。牡蠣？牡蠣、牡蠣すごいな。うわ、びっしりびっしり。こう海から山に、あ、違う違う、山から海に出た瞬間が気持ちいい。そう。うわ、すごいここ。はい、またここから山になります。ちょっとだけ海でまた山。はい、門を開けて通るみたいですね。最後に通過する方は勇気です。みかんは見るだけにしてくださいって。ダメよ、取ったらダメよ。みかん畑なの。ちょっと今みかん時期が違うからね。まだなってないの。なってないわ。まだ赤ちゃんやな。まだ赤ちゃんが。ああ、まだ赤ちゃんやな。みかんは取っちゃダメです。これ横がすぐもう海だ。そっかそっか。ほら、ふっ、いちいち気持ちいい道やな。もうすっかり夏っぽい空。今何の曲が流れてるの？頭の脳内再生。中島みゆき。なんで？その中島みゆきの何よ、ちなみに。空と海との。ああ、それね。ああ、それならまあ。それならまあ。何、中島みゆきの何よと思った。暗い。うん、俺はあれ、あの、ちょっと暗いですか。久石譲の。うん。でねねねねんででん。でででででんててんてんてん。キクジロの夏のやつでしょ。そうあれでしょ、やっぱ。パン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 ね、あれですよ。何ですか、皆さんの夏といえばソング。
もしよかったらコメント欄で書いてください。この間あまりにも俺らがな、あまりにも俺らがグダグダなキャンプ動画を上げたもんやから、みんなが励ましのコメントこないでいっぱいくれてありがとうございます。いつも励ましありがとうございます。あれだいぶ不安になってたんですけど、だいぶ不安になりながら出してみたけど、みんなからの励ましの声が多かったんで良かったです。お腹空いたんで食菜館まで急ぎましょう。うん、でもまだ半分ぐらいなのよ。ちょっとペース上げて。ちょっとお腹空いたよ。なんか2時までとか言おったんで。そうだよ、2時には閉まるからちょっと急いで行かないと。そうそうそう。でも電話してくれれば待っとくよって。おばちゃん。悪いじゃん、悪いじゃん。さっき食菜館の方が言ってました。残業してもらうの悪いじゃん。とな、ちょっとじゃあペース上げますか。天狗が持ってる葉っぱやん。ちゃう？これさ。鬼滅の刃で出てきたらさ、鬼がさ、ブワーってやるやつやろ。それ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 。どんどん気持ちいい道に出てきて、全然退屈せんよな、これ。景色がどんどん変わります。景色どんどん変わる。最高。昨日さ、すごい蚊がいたじゃん、部屋の中に。すげえ蚊やったよな。なんでこんな蚊がおるやろと思ったらさ、そう窓がさ、全部さ、網戸になってると思ったら、全部開いてた。今日歩くけんと思ってさ、早く寝ようって言って12時ぐらいからとこに入ったんやけど、結局3時とかや。蚊と格闘して。おお、ここすごい。アジサイが綺麗なところがありました。この紫とピンクのグラデーションのアジサイが綺麗です。あとは白とか水色とか。ここはチェックポイントなんですか？はい、鯉が泳いで、ほら鯉いるよ。あ、ほんとや。これは大きい御神木がありますね。あ、イチョウの木これ。詳しいね。だと思ったけど。だと思ったけど、いい格好させてやろうと思ったのに、正直者やな。ミニイチョウの木もある。見て、かわいい。本当や。子供やな。こういうの大体子宝がとかって言うんやけどね。もう子宝関係ないよ。関係あるよ。こっからちょっと本格的なトレイルに入っていく感じですかね。いい道ですね。グッと心拍数が上がってきましたね。上がってきました。気持ちいい。あ、これイノシシやな。うん。これはイノシシが掘ってますね。まあまあしっかりした山道やな。返事をする気力もありません。この人は。やっと着きました。空の展望台でしたっけ。あ、学生がいっぱい来てる。容疑外のなんか。あ、メッセージをこれ書いて持ってきてここに吊るす的なやつかな。ね、ああ、こんなのがあるとは。意外と大変だったよ。舐めてました。舐めてましたね、はい、あー、いい眺めやな。最高ですね。あれが大島かな。どれ、あれ潮干狩りの方ですか？なんか仕事中すいませんね。急ぎましょう。はい、急ぎ。伊野忠敬購入島食料起点。伊野忠敬がここ食用に来たんですね。伊野忠敬も来たんです、ここに。ああ、訪れたんです。伊野忠敬って誰ですか？地図作ってる人ですよね。違いますか？そうです、正解。ちょっと今一瞬びっくりし、怪しかったです。昔の地図作った人ですね。でしょ、はい、すごいよね。すごい、こんなとこまで。こんなとこって言ったらあれやけど。見て、なんかすごいキノコみたいですね。猿の腰掛け的な。すっごいでっかいキノコ生えてる。お花みたい。すごい。でっかいキノコ、これ食べれるのかな。もうすぐご飯食べれます。閉まりそうだったので食材館に電話しました。あれがなかったら私ご飯なしです今日。急ぎましょう、急ぎましょう。待ってくれてますんで。あー、かなり気温が上がってきたな。上がってきた。だいぶ。うん、いよいよ夏が来るよ。すごい暑い。
いいね、それ。かわいいやん。かわいい、うん、これはあれです。もじゃもるさんにから買った。滝汗手ぬぐい、はい、この間買ったやつね。私も滝汗のこと仲間入りしました。はい。ドクターことっぽい診療所やね。はい、食祭館到着しました。帰ってきたね。うん。ああ、麦茶のサービスがありがたいな。冷たい麦茶めちゃくちゃ美味しい。最高。最高。飲んでみて。クーラーが効いてて。クーラーが効いてる部屋で。生き返るな。麦茶がこんなに麦茶美味しいと思ったのは。これ中間でこの施設がすっごい助かるな。めちゃくちゃありがたいわ。ありがたいなこれ。生き返った。さあ、山から降りてきてさ、山価格じゃないのめっちゃ嬉しくない山にいる感覚になってるもんな。確かに佐伯名物、ごまだし汁丼ですね。こんな感じのごまだしが乗ってますんで、これをこう、混ぜて混ぜると色が変わるんで、おいしい。あれだけさ、ちょっと歩いた後だと美味しいよね、また。お店の人が、ヤマモって言ってたよね。うん、ヤマモ。この地区で採れたヤマモ。大乳島のその近所で採れたヤマモも食べてくださいって言って、いただきました。食べてみて。なんか見た目はさ、ムイチゴみたいな。酸っぱい系。なんかヨーグルトとかね、この人生き返りましたね。生き返った。天国か、ここは。ああ、離島のオアシス離島のオアシス、食祭館。よし、行きましょう。アコウの木かな。いいね。分岐です。いいんですか。A コース、遠見山ルートとシーサイド B ルート、どっちなんだい。遠見山ルートは上級者コースになってましたけど、頑張って遠見山ルートを目指しましょう。今日はいいとこ見せようか今日こそ。みんなにも励まされてばっかりなんで標高の割にはしっかりした山やな。本当よく整備をしてくれてるね。ああ、膝下食べれる？来たんじゃないですかこれ。山頂直下なかなか急登でしたね。おお、これは360度計山頂じゃね。ダダーン。じゃあ、かわいい音。かわいい音。涼しげな音。よーい。遠見山ピーク、いただきました。いただきました。うえ。おじさんブランコ。おじさんブランコいかがですか。おお。おじさんブランコ。こんなとこでブランコが。わあ、なんかスイングしてきたよ。ちょっと。雨がまた。降りてきましたね。暑。ああ。森の中は全然。暑くないんやけどな。あ、アイスがあるよ見てみましょう。はい、見てみましょう
アイスある。アイスあるよ。次何時かな。もし時間があればさ、アイス食べて待ってるよね。うん。そうする？リアルゴード飲む。リアルゴード飲む。絶対飲む。はい、絶対うまいよ。はい。行きましょうリアルゴード。アイスはいいかい？胸付き場に着きましたね。はい。さっき言ったカナダショッピングさん、最高でしたね。最高やった。いいお父さんと、はい、いいお母さんの。すごくいいお店でした。うん、皆さん行ってみてください。キュートなおじちゃん、おばちゃんがね。よかった、面白かった。もてなしてくれた。長いこと喋ってたよね、だいぶ。うん。帰りは船会社が違います。違って多分150円じゃない。だいたい30分刻みぐらいかな。おお、帰りはこんな船。車を集める用の船やな。これ大きいね。これ大きいよ。わお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 。ああ。眺めがいいな。これは最高じゃないですか。ねえ。うん。お疲れ様でございます。お疲れ様です。今石間港からフェリーに乗りました。はい。いやなかなかの旅でしたね。なかなか片道200円の大冒険だったんですね。そうですね、片道200来るときはね、うん、帰りは150円、帰り150円、往復350円でかなり旅した感じある。旅感あるな。旅感ある。なんか1日充実しとったな。うん、冒険は裏山でもできるってことがあるけど本当だよね。うん、でなんかしっかり島の人とも交流できたしね。楽しかった。楽しかった。さて今から佐伯港まで行きまして、うん、海の市場丸さんがまだ空いていればソフトクリーム食べたいと思います。ソフトクリームを食べながらのお別れという形で下山後の締めはやっぱりソフトクリームなんでね。ソフトクリームが食べれたらソフトクリーム食べながらはい、果たして食べれるのかどうなのかどっちでもいいわと思ってるかどうでもいいわ。ソフトクリーム今回ソフトクリームが好きなおじさんとおばさんです。はい、では皆さんこれまでご視聴いただきましてありがとうございました。ありがとうございました。この動画がちょっとでもいいなと思ったらチャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。おいたらー。